さて、7月8日、午前、やっとマスターボール級まであと一歩のところまで頑張りました。ほう、ランクバトル頑張るのは久々だな。いよいよ昇格がかかった試合、気合い入れていくよ。対戦、よろしくお願いします。おっと、相手さんの初手は、オーロンゲだな。色違いね。で、霊夢はどのポケモンを選んだんだ？私はゴリランダーよ。タビパの個体とは別の、バトル用個体。夢特性、グラスメーカー持ちだよ。ああ、これでグラススライダーが先制で打てるんだよな。今めちゃくちゃ強いと言われているポケモンだぜ。しかも私のゴリランダー、瓦割りを覚えさせているのよ。これでオーロンゲが壁張ってきても、問題ないってわけ。ほう、それじゃあこの対面は出しがちかな。おっと、相手さん猫騙し。へえ、オーロンゲそんな技も覚えるんだ。しかし、グラスフィールドの効果で回復できるからね。まだまだ HP 余裕だぜ。でも、猫騙し採用してるってことは、技構成的にリフレクター覚えてんのかな。まあいいや、とりあえず瓦割りよ。おっと、相手さん普通に攻撃してきたぞ。マジか、ソウルクラッシュなら、特攻下げられちゃうけど、ゴリランダーには関係なしね。さあ、瓦割りどんくらい入る。うん、結構いいダメージ。壁張ってこなかったのは予想外だけど、これ次のグラススライダーで飛ばせるんじゃないかな。奇跡の種も足せてて、草技の威力上がってるからね。さらにフィールド補正も乗るという、先制技とは思えないほどの効果力。この技でゴリランダーは、一気に中ポケとなったのだ。よし、相手に変化技打たれなかったね。ほぼ無傷でオーロンゲ突破できたのはめちゃくちゃ大きいよ。これは、久々のマスターボール級が、少し見えてきたな。さあ、相手さんの2匹目は何だろう。このゴリランダーは叩き落とすや挑発もあるから、器用に動けるはずよ。な、突撃すか。ゴリランダーは結構きついな。わかりづらいけど、これまた色違いね。くそー、どうしよう。ゴリランダー有効な技一つもないじゃん。とりあえず叩き落としかな。悪巧みの起点にされると嫌だから、挑発もありだったが。お、ダイマックス、それなら問題ないね。ダイジェットで素早さは上げられるけど、特攻上げられなかったら大丈夫よ。これが天使の顔した悪魔、突撃っす。ランクバトル始めたての頃は、めちゃくちゃ苦しめられたものだわ。でもだからこそ、私もしっかりと対策を用意している。そう、ヒートロトムをね。ヒートロトムは、炎電池タイプだから、突撃っすのタイプ1、フェアリー飛行技を、どちらも半減で受けられるんだぜ。一方ヒートロトムは、電気技で弱点をつける、突撃っすにめっぽう強いポケモンなのだ。採用理由の半分以上は突撃っす対策といっても、過言ではないんだぜ。さあ、頑張ってくれ、ヒートロトム。たとえ素早さ抜かれていても、相性の良さで勝てるはずよ。でも、ここは慎重にならないといけない。ここは弱点保険をケアする必要があるわ。だからまずは大ゴール、次のターン大バーンで、突撃っすが小さくなった後に、大サンダーをぶち込むわよ。さ、まずは大ゴール。しっかりと突撃っすの大魔ターンを消費させるんだぜ。さて、相手さんは何を選択してくるか。大フェアリー、やはり有効ではないようね。でもここは確実に、予定通り大バーンで行くわよ。まずは相手の攻撃、ダイジェットだ。おお、さすがのロトム。全然食らってないよ。一方こっちのダイバーンは当倍だからね。それなりに効くんじゃないかな。お、4割程度か。よし、次のダイサンダーで確実に落ちるわね。大きくなってるから、ひるむこともないし。あとはグリムオンとロトムで裏の一匹を倒せれば勝ちかな。なにまさかの守る採用。これは完全に予想外だな。やばい、最悪だ。これで弱点保険発動されたら、普通に負けちゃうよ。これは相手さん、うまかったな。いや、まだ弱点保険と決まったわけじゃない。お願い。え、今の段階で発動しないってことは、弱点保険じゃないってことなの？よくわからんけど、なんか助かったな。ここはボルトチェンジだ。グリムオンはトリックルーム使えるから、裏のポケモン次第で、ロトムはまだまだ役に立つよ。さ、相手さんやスラッシュ。ダメージはそこまで入らないが。そうだよね、ひるみがあるんだよ。トゲキッスはこれが怖い。次もひるんだらやられちゃうじゃねえか。やめて、それだけはマジでやめて。ここまで頑張ってきたのに、お願いロトム、動いて。よーし。ギリギリのところで持ちこたえた、偉いな。よし、交代もできるから、かなり勝機が見えた。ただ、一つだけちょっと嫌なポケモンがいて、あのザリガニみたいなやつ、確かアクアジェット覚えたよね。それならトリックルーム関係なくロトムは落とされるな。あいつが来た場合、グリムオンとの一対一だ。
頑張れるブリムオン。当然よ。私がマスターボール級まで連れて行って差し上げますわ。うわ、一番恐れてたやつが来ちゃったよ。ここはトリックルーム使ってる余裕ない、サイコキネシスよ。ブリムオンがどんだけ耐えるかだよな。おっと、冷凍ビーム。やばい、これ凍るんじゃない？いや、日差しが強いからそれはなくてよ。おお、ロトムのダイバーンがここで生きたか。さあ、半分以上削って。おお、ギリギリ半分いかなかったが、特防ダウン引いたぞ。あーっと、でもここで日差しが戻っちゃった。これで凍る可能性も出てきたし、タイプ1の水技の威力も上がるぞ。ここが勝負どころね。冷凍ビーム、氷にかけてきたか。10% の確率で負けだ。よっしゃー。そして相手は特防ダウンしてるから、これで確実に落ちると。ふぅ、ヒヤヒヤしましたわ。でも、みんなの活躍でなんとか勝利。対戦、ありがとうございました。やったぜ。久々のマスターボール級復帰だな。私も新技や新ポケを取り入れて、新環境でもなんとか戦えることが分かったわ。ということで、今回はこの辺で失礼するぜ。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。